おめえら今日から白帯にしな。どうも皆さんこんにちは、グラップラーラバズです。今日はですね、こちらの企画をやりたいと思います。バキキャラ列。バキにはですね、さまざまキャラクターがいるんですけど、そいつらを一人一人フューチャーしていくっていうのがこのバキキャラ列になります。さて、今回ですね、1回目誰を紹介していくかと言いますとね、こいつです。ドン、スエドアチ。まあ、なんでスエドーなのかって思う人もいるかもしれないですけど、思い出してください。漫画のバキのシリーズ、一番最初に戦うのは誰ですか？そう、このスエドーアツシなんですね。今日はスエドーアツシのことを皆さんに紹介していきたいと思います。まずスエドーの基本情報を話していきたいと思います。彼は新進会空手、あの空手軍団新進会のエース、まあ、重鎮と言われてる男です。モデルとなった人はですね、山木健二さんという、空手家の人なんですが、その方がモデルになってると言われてるんですが、私は正直ね、見た感じ、あの昔走行とかでもですね、佐竹選手とかもね、ちょっと似てるかなとは思っております。彼の性格なんですけど、すごい自信から溢れる、今までもちろん強いのもある、その自信から溢れるちょっと傲慢な性格がね、目立つんですね。どういう行動をするかというと、例えばそのエピソードといえば、まず最初にね、バキがね、その空手試合に出てきているっていうところから始まってるんですけど、その時にこう並みいる黒帯が負けてるわけですよ、新進会の。でそれを見て、その師範みたいなやつが、何やってんのお前らみたいなことを言ってるところを、スエドがこうムクッと立ち上がってね、他流試合もしたことねえくせに血と汗となんだみたいなこと言ってるんですよ。そんな風に言う男なんですよ。その上でなんか、そのお前らのたかが知れてんだろみたいな、ナミールね、他の新進会のメンバーに向かって、その上で、あの落ちてるペットボトルがあるんですけど、ペットボトルがあって、それをね、パーンと足で跳ねて、上にバーンって蹴るんですよ。そしたらそれをピシャーと見るような聖堂が、お前ら今日から白帯締めな、あの坊やと同じ白帯になっていうようなね、そんな男なんですよ。その上で、たくお前らといると筋肉が退化しちまうぜって言って、こうやってね、部屋を出るんですね。そんな彼ね、しかも、まあ、結構もう重鎮なんで、まあ、年齢は分かんないんですけど、まあ、空手でいうと新進会3段の腕前の彼なんですが、またね、後輩への扱いがひどいんですよ。どうひどいかっていうと、あのミット打ちするぞっつって、なんかちょっとすごい大きなミットにね、あの3人がかりでこう後ろでこう構えてるんですよ。それに対してホームを蹴りを入れた後に、でそれで吹っ飛ぶんです。3人が吹っ飛んだ、1人がそのミットの下になってるところを上からボン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 って、あの過剰にやるんですよ。やめろ生徒死んじまうっつって言って止めるんですね。それでなんか、ダメじゃないか、ちゃんと持ってなきゃって言って、止めたやつの前歯のところに指当ててパキってパキって折るんですよ。親指だけで前歯折るんですよ。なそのバキの、ね、作品で出てくるもう一番最初の相手ですから、まあむちゃくちゃ強そうに書かれてるわけですよ。そんなスエドーさんがこの後の試合でどうなっていくかということなんですけども、でそのスエドーは優れた身体能力を持ってます。その身体能力が、身長205センチ、体重130キロ、ベンチプレスで270キロを刺し、裸足で 100m11 秒切る計画だって書いてあります。そんな身体能力が高いぞーっていうことを十分アピールされた、このスエドーさんが出てる空手大会、しかもこれフルコンタクトの空手大会、全国大会なんですけども、スエドーは3連覇中なんですよ。なんで今回は4回目、4連覇がかかった試合なわけです。そんな試合の中で、わけのわからない白帯、ハンマバキっていうやつが現れて、なんか噛みつきそうな名前だなとか言ってるわけですよ。そうしてバキとの試合が始まるんですけど、始まったら始まったでですよ、バキがね、いろんなことを言ってくるんですよ。最短で空手を学ぶんだったらあなただったと思う、フルコンタクトの空手ならアマチュアではあなたがナンバーワンだって言うんですよ。アマチュアでやとか言うんですよ。マジでやべえですよ、マジで。もうそんな煽んないでよバキさんって。もう試合中ね、何度も何度もバキはね、こうスエドーの気持ちを、感情を高ぶらせようみたいに煽ってくるんすよ、ね、その煽りエピソードとしては、まずあのテンプレート、皆さん覚えてますか、テンプレート、あの歯の奥に入れるんですけど、本来はあのこう歯並びの奥歯のところをまっすぐにすることで、こう噛み込みが良くなってタフネス、耐久力上がるよ、あのなんだっけ、アメフトの選手とかつけてるらしいんですけど、それをつけるんですけど、ただ歯並びの整列が良くなることによって、先ほど言った
スエトーの身体能力がなんと 30% も上がると。そんなものつけちゃうんだって、もうね、新進会のね、スエトーのことしてるやつはみんな 30% とかって言ってるんですけど、そんな中でのバキの煽り方が、あのスエトーさん歯医者嫌いなんでしょつって、僕は歯医者嫌いじゃないからパーフェクトナチュラルパワーつって歯をこうやってね、キャッて見せてね、あのだからこれで言うと、ハヘンハヘンハって言ってね、何言ってるか分かんなくなっちゃうんですけど、で、パオロパーフェクトナチュラルパワーっていう風なね、で、スエドのそのテンプレートをおるんですよ。で、それに切れたスエドが、ちなみにこの、これ、テンプレートを口でバキバキってあのぶっ壊してるんです。で、ペーってね、あのスエドもテンプレートをしてて、で、2人の試合がね、またより加熱していくんですね。これちなみに試合中の会話です。ファーストコンタクトで肩外されて、